特に OA の災害対策を構築するにあたり、アベイラビリティゾーンを2つ持つことによって、自前でオンプレミスで構築するよりも安いコストで構築することができました。 IT 部門を統括しております。ジャパンネット銀行 IT 本部長の出口でございます。 OA システムの AWS への移行プロジェクトリーダーを務めてまいりました、ジャパンネット銀行 IT 統括部の二宮健二です。当行は2000年に設立いたしました日本初のネット専業銀行でございます。事業範囲といたしましては、主に個人向けの決済サービスを展開しております。当行では OA システムを AWS に載せて運用しておりますが、その中では EC2、S3 といった AWS のサービスを利用しております。今回 OA サーバーを AWS に載せたわけですけども、その中には非常に重要な情報もございます。従いまして、安全性、信頼性といった部分については非常に重視をしてまいりました。 AWS の場合はしっかりとした認証を取られており、それを我々としても確認ができましたので評価し選択をしております。特に OA の災害対策を構築するにあたり、アベイラビリティゾーンを2つ持つことによって、自前でオンプレミスで構築するよりも安いコストで構築することができました。 AWS の場合は、継続的な値下げですとか新しいサービスの追加、これが、プロジェクトの中でも行われてきまして、我々はその恩恵を享受することができました。そういったことはなかなか他のクラウドでは難しかったんじゃないかなと思います。現在当行ではワークスタイルの改革という一環で、モバイルワークの導入を検討しております。 OA のですね、基盤が AWS に移行された後に AWS ワークスペーシズを使いまして、モバイルワークを実現しようと考えております。今後はですね、フィンテックと言われるような、新たな提携先とですね、トライアンドエラーを重ねていくためには、こういった基盤が非常に役立つと考えておりますので、そういった方向に使っていけたらと思っております。